カメマルコです。はい、皆さん、今回はですね、サムネタイトルにもある通りなんですが、この前、9月29日に初めての九州イベント、福岡ジャングルハンターに行ってまいりました。いや、初めての福岡のねイベントということで、まあ、やっぱ見たことない、ショップさんもいらして、やっぱ雰囲気もねちょっと違うかなって感じで、熱量とかもね結構新鮮な感じでね、楽しかったです。はい、でその時にですね、私出店させていただきまして、ご来店いただいた皆様ありがとうございました。たくさんねいただき物ももらっちゃったんですが、後でちょっとだけ紹介しようとは思うんですけども、じゃじゃーんと、はい、もう久しぶりの着物イベントということで、こんなにたくさんね購入してまいりましたので、今日は、購入品を紹介していきたいと思います。それではレッツラゴー。から開けていきましょう。まずは、はい、こちら、じゃじゃーんと、これ何かわかるかな。なんとですね、トカゲの駄菓子屋さんのところで、購入しました。じゃじゃん、はい、めっちゃ可愛いでしょこれ。レオパだよね、絵はね。なんかこんな感じで、あ、トッケ、いや、レオパだよね。ちょっと着てみようかな。久々の新しい服だな。じゃじゃーん、おー、やっぱ可愛いな、爬虫類の服は。こんな感じです。いいですね、じゃんじゃんじゃん、可愛い。はい、2点目はじゃじゃん、もう私がねずっとリピ買いしてるやつですね。 HPS っていう、あのモモンガのサプリメントになります。これはね、いつもペロペロフードっていう、あのモモンガ専用のご飯を作るときに絶対入れてる粉なんですけど、またモモンガジャケンさんがねいらっしゃって、購入しました。これはねもう必須だね、ないと心配だからね。お次はじゃじゃーん、はい、皆さんこれね540円で売ってたんですけど、これ何かわかる？なんか今流行ってるらしいんだけど、これローラースケート、あ、スケボーだった、そう。これね、なんかカメとかをなんか上に乗せてなんかこう走らせるみたいな、ちょっと後でギータ君にね久々に登場してもらってやってみようと思います。これどうなるかな。なんか今動画が流行ってるんだって、カメがこの上に乗ってこう走るみたいな。高速で走ったらね面白いよね。うん、こんな感じです。なんかね最後売り切れてたみたい、これ人気で。はい、次はですね、じゃじゃん、はい、モンキーフード、これはモモンガのねカリカリですね、モンキーフードね、1キロかな。はい、これは結構コスパもよくって愛用してるんですが、これと違うカリカリ混ぜたりして栄養的にも考えてね使ってます。はい、はい、次はですね、ちょっと面白いの買ったんですが、じゃじゃん、こちらみんな何かわかるかな。これね1800円したんですけど、モモンガのこれ洋服、これ着るんだって。この紐は何だろう、え、これ何、この服、あ、え、こうリードスキルってこと、こうやってこうなってる、リードスキルってこと、ここにこうかけて、面白い。お猿さんとかでありそうだけどね、着てくれっかな、これどうやって着させよう、慣れてる子しか無理か。あ、ちゃんとロゴも入ってるね、こんなひらひらの、え、めっちゃ可愛いよね。絶対これ可愛いでしょう。どうなるかな、あんちゃんにこれも後で着させようかな。はい、ちょっと一通り紹介した後、はい、お次はですねこちら、仲良しふわふわタオルって言って、結構あのモモンガショップさんが多い時に売ってるんですけど、めっちゃふわふわしてるでしょこれ。なんかモモンガの好きな素材みたいな、撫でやすいというか、こうモモンガを包んでこう撫で撫でしたりとかねするタオルなんですが、ちょっと素材がね普通のタオルと違うんですよね。この素材がめっちゃふわふわしてる、マシュマロみたい。これもねうちではまあ慣れされつせたい子他にもいるので買ってきました。はい、そしてなんかめっちゃ面白いのあったんだけど、じゃじゃん、
これ何かわかる？みんな、これちょっと実際私食べてみようと思うんですが、多分人間が食べても、いや人間が食べても大丈夫かわかんないですが、どんな味がするか。皆さん、これはですね、ある生き物の食べ物なんですけど、かわいいよね。いただきます。ん？めっちゃ美味しい。何この美味しさ、やば。え、これモモンガクッキーって言ってね、モモンガの揚げるおやつクッキーなんですけど、え、めっちゃ美味しいんだけど。待って、これ私が食べたい、私が食べたいわこれ。うますぎ。え、砂糖不使用なんだ、こんなに美味しいのに。面白い。なんかカラフルで可愛いなと思って購入しました。ちょっとこれもじゃあ後で揚げてみましょう。スケボーと洋服とお菓子、そしてじゃじゃん、こちらもね、ちょっとモモンガばっかりなんですが、光モモンっていうモモンガの、これもカリカリですね。これもね、私食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。これもね、結構いい匂いで甘みがあって、なんかね、普通のカリカリなんですけど、これめっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しいのこれ。うん。モモンガにも好評。そして、次は、じゃじゃーん！はい、こちらですね。モモンガピアス、めっちゃ可愛くない？店舗さんで出してる、その日に出してた店舗さんで販売しててね、視聴者さんがプレゼントしてくれたんですが、つけるとこんな感じになります。はい。めっちゃ可愛くない？イヤリングです。はい。いいねー。この刺繍の亀のもあったのかな。めっちゃ可愛い、すごくない？この繊細なデザイン、可愛すぎでしょう。お気に入りです。はい、はい、そしてこちら、じゃじゃんと、こちらもその日にショップさんが販売してて、視聴者さんがプレゼントしてくれたやつになりますが、こんな感じ、じゃじゃーんと、モモンガのおやつですね。モモンガのね、ものばっかりになっちゃったんですが、この後、ちょっとギリタ君に一番気になるスケボーを乗せてみます。高速で移動したら面白いな。うん。では、やってみましょう。じゃんじゃんじゃらじゃんじゃんじゃんじゃーん。久しぶりのギリタ君登場です。逆光で顔が見えない、ということで、これからね、うちのあのギリタくんに、スケボーを乗ってもらいたいと思います。行くぞギリタ、準備はいいか。でこの床に置いて、これってまっすぐに置けばいいの？よいしょ。待って、このさ、画角だけで面白いんだけど。ギリちゃん、びっくりしてますね。これでさ、乗ったまま歩いたらいけんじゃない？ギリタ、行け。行くんだ。走り出せ、走り出せ。硬直状態。ギリちゃん、行け。お。ギリちゃん。あ、動いてる。でもなんか全然速い動き方ではない。いつもの方が速いな。キリちゃん、スキムを使いこなしてないとこうなるんだね。あ、やっぱうまくいかないね。こうさ、普通にこうやってやるとこうなる。まあ普通にこうなるんだけど、原理の分かってないと進まないんだ。普通に歩くだけじゃ、こうやって歩いたら早く歩けるって分かっている亀さんだからこそ、そういう亀さんは早く行くんだね。またもや硬直状態です。ギリちゃん、行け。まっすぐ行ったら早くなるよ。ギリ、じゃあまっすぐ行くんすればいい。はい、ギリ、はい、どいで、はい、そう、はい、どいで。なんか動きづらそう。難しいね、スケボーって。見てるのとやるのじゃ違うね、ギリ。はい、ということでね、ちょっとこれからあんちゃんを出して、これをつけてみようかな。ここが手か。ちょっとむずそうだな。あんちゃん、はい、おはよう。あんちゃん、おはよう。あん
んちゃん見てこれ、あんちゃん見てこれ、これはこう背中だね、背中。あんちゃん、あんちゃん、え、待って、むずくない？あんちゃん、これつけれる？これ、あ、でもほら、つけた感じこうなる。つけるとこうなる。あー、あんちゃん、あ、あんちゃん、はい、ということで今日はモンガちゃん全員にこの美味しそうなクッキーあげたいと思います。はい、ミミタン、おはよう。はい、どうぞ。お、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 あ、モテた、モテたね、モテたね。おお、まあ結構クッキー自体は大きいけどね、量、あの、軽いからモテたね、食べ方。モテたね。おお、美味しそうに食べてる。食べ方。足。すごいバランスとって食べてるよ。じゃあ次はですね、うちで生まれた赤ちゃんたちのケージ。なんかもう見えますね。ちょっとじゃあ、みんなおはよう。はい、おはよう。こっちに1匹とこっちに3匹。さあ、皆さん。取り取ってったぞ。おっと、これは取り合いになってます。待って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 、あ、でも一人一個じゃ大きいからな。待って、でも取り合いになっちゃってる。すごい、みんなで一個でいける。じゃあ君にも渡しとくね。どうぞ。はい。おいしい？はい。自分で持ってる？自分で。はい。あの、ペロペロするのに全部。あ、さあ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 。何かいいね。自分で持ってたね。すごいことになってます。おほほほほ。よかったよかった。まあ、好きな子とやっぱ嫌いな子はいるだろうけど。あんちゃん以外は好評だな。おい、すごい、すごいね。割った方が良かったか？割った方が良かった？君たち。おのくん、おはようございます。おのくん、これ、ちょっと、どうか？お、持てる？はい、持てる、自分で。お、持てたね。持てました、ぶものも。あ、美味しそうに食べてる。どうですか？これクッキー1個でさ、お腹いっぱいになっちゃいそうだね。食べ方が面白いね、こうさ。持つと。この足が可愛い、あんよが。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか？イベントにね、来てくださった皆様、応援してくださった皆様も本当にありがとうございました。最後にバイバイする前にね、いただいたたくさんの、たくさんね、もういっぱい差し入れいただきまして、本当ありがとうございます。でもね、ラーメンとかね、めっちゃたくさんね、いただいて、ラーメンだったりとか、あと、あまおう、いちご、チョコクッキー、人気なんかなとか、あとはこれ多分ね、モモンガのポーチみたいな感じ、でかいやつすごいね。とか、あとはカレーとかね、焼きカレーだって、焼きカレー人気なのかな、大好きなのこれ、メンツナカンカン、メンツナカンカン大好き。 あとね、海軍さんのカレー、お菓子とかもいっぱいもらって、あとめっちゃ可愛いのもらいました。カメナスってよくあるんだけど、うちの生放送でね、なんでカメとナスでわざわざ UFO キャッチャーで撮ってきてくれたよっていうので、あとモモンガが見てついてるハンカチめっちゃ可愛い。あとめっちゃ面白いのもらったわ、見て、オオサンショウオこんにゃく、オオサンショウの形してんだって、すごくない？形で、あんちゃんすごくない？この形面白いね。オオサンショウの形のこんにゃく、ちょっと食べづらいけど、明太マヨ、これも最高。あとそうだ、見て、手編みだって、モモンガポーチめっちゃ上手だね。私はこの前さ、ポーチのさ動画あげたんだけど、超すごく
くない？作ったんだって。すごいよ、見てあんちゃん。あんちゃんこれ入る？お、あ、さすが入ってる。さすが入ってる、かわいい。あんちゃんかわいいね。これ気に入った？あんちゃんこれすごくない？少々さんが作ってくれたんだよ、あんちゃん。うん、どう、落ち着く？うん、お気に入りだね。あ、めっちゃめっちゃなんかすごい嬉しそうにしてる。見て見て、ゴロゴロしてて。あんちゃんよかったね。これあんちゃんのじゃあとこに入れようかね。あんちゃんね、ね、お菓子とかもたくさん本当にありがとうございました。またね、次回のイベントは、次、10月、こちらの日にちで、梅田で、開催されますキンキレプに、出店しますので、よかったら皆様遊びに来てください。待って、くつろいでんだけど。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。久々のイベント楽しかったです。皆さんもね、スケボーよかったら試してみてください。みんなどうなるかな、みんなうまくいくんかね、あんちゃんね、どう思う？ね、すごいよね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。